イスラエル軍に抗議するレイチェル・コリー・レイチェル・コリーは国際連帯運動所属のアメリカ人反戦、活動家。ガザ地区での活動中にイスラエル国防軍の武装ブルドーザーを止めようとして運転中のブルドーザーの前に立ちはだかり死亡した。アメリカ人でありながらパレスチナのために犠牲となったコリーの死は様々な議論を巻き起こした。パレスチナ側にとって コリーの死は深い悲しみを引き起こした。事件を目撃した ISM の活動家は、コリーはブルドーザーがパレスチナ人の住居を破壊するのを防ごうとして、二度も惹かれて殺されたと説明している。米国アムネスティ・インターナショナルは、コリーの殺害を非難し、米国の調査とイスラエルへの武器供給停止を要求した。イスラエルのガザ地区での活動を繰り返し非難している。 ヒューマンライツ・ウォッチもまた、コリーの死に対するイスラエル国防軍の調査発表を疑問視している。ガザ地区南端の町、ラファーなどでは、コリーの自己写真を掲げ、イスラエルの活動に抗議を表した。英国ロンドンでは、俳優のアラン・リックマンによるコリーの日記と電子メールをもとにまとめられた演劇、マイ・ネーム・イズ・レイチェル・コリーが2005年初期に上演された。これは、 ニューヨークでも上演が予定されていたが、劇場側の検閲を英国人プロデューサーが非難し、上演は中止された。しかし、結局、2006年10月にアメリカでも上演された。一方、イスラエル政府は次のように主張している。テルアビブでの検視の結果より、コリの死の原因はブルドーザーに惹かれたことではなく、破砕物に押し潰されたことによる。 運転手の視点からは、コリーの姿は見えず、悲惨な事故となった。この地区での ISM の活動は、非合法であり、そのことが、コリーの死につながる悲劇を引き起こした。さらに、イスラエル軍の報告書によると、ブルドーザーは、住居を破壊するために活動していたのではなく、セキュリティゾーンで爆破物を捜索していただけであるという。軍のスポークスマンは、イスラエル軍に、 コリーの死の責任はないが、将来の似たような事故を避けるために活動方法を変更するとガーディアン氏に語った。アメリカ合衆国ワシントン州オリンピア出身。州立エバークリーン大学に入学後 ISM に参加。卒業後に ISM のラファでの活動として中東に旅立った。2003年1月18日、ガザ地区に到着。 2月から3月にかけて、イラク戦争への抗議活動として、ブッシュ米国大統領を被告とした模擬裁判を行った。この際、コリーが紙に描いたアメリカ国旗を燃やす写真は非常に有名である。2003年3月14日、中東のテレビ局のインタビューを受け、次のように答えている。私は、人々の生存能力のシステマティックな破壊を目撃しているのだと思います。 時々、私は彼らと一緒に座って、夕食を共にしますが、私たちの周りを大量の軍事兵器が取り囲み、彼らを殺そうとしているということがわかるのです。2003年3月16日、ラッファで死亡。パレスチナ支援団体、自由ガザ連合の保有する人道支援のための客船の名となる。しかし、2010年6月5日、レイチェル・コリー号は人道支援のために、 ガザ地区へ向かっていたところを、イスラエル軍に打破された。アリステア・ホジェット、ミドルイースト&、エヌ・アフリカ、アムネスティ・インターナショナル・コンデムズ・キリング・オブ、レイチェル・コーリー、グループ・コールズ・フォー・インベスティゲーション、サスペンション・オブ・ウェポンズ・トランスファーズ、アムネスティ・インターナショナル・ USA、二2004年11月24日、時点のオリジナルよりアーカイブ、2015年10月8日閲覧、 シックス、ホーリンプレッシャー、スペシャルトリートメント。ヒューマン・ライツ・ウォッチ。2005年6月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年10月8日閲覧。ブルドーザー・アクシデント、ザ・メディア・プレゼンツ、エフラック、バーニング・アメリカン・アズ、エーピース・ヒーロー、アンド・エグノーレス・インポータント・ IDF ・アンチ、スマグリング・アクティビティーズ。 h o n e s t r e p o r t i n g c o m オリジナルの2004年8月13日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 4 0 8 1 3 1 2 5 5 2 9 h t t p w w w h o n e s t r p o r t i n g c o m a r t i c l e s 4 5 8 8 4 7 3 4 c r i t y q u e s b u l d o z e r アクシデント、アスプ2015年10月8日閲覧。コナルアークハート、イスラエリー・レポート・クリアーズ・トゥループス・オーバー、US です。ガーディアン・アン・リミテッド、オリジナルの2003年6月2日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20030602203411/http://www.guardian.co.uk/.israel/.story/.0276393632700 htmlhatthttps://web.archive.org/.web/.20070614054953/.http://upload.wikimedia.org/.wikipedia/.en/.3/.3c/.rachelburnsflag.jpeghatt. されたコピー。2005年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月13日閲覧。ありがとうございます。